こんばんは、モモカさん。こんばんは、ハレリア。アメン。アメン。こんばんは、ハレリア。シャロン。こんばんは、ハレリア。シャロン。シャロン。こんばんは、ハレリア。シャロン。はい、マイちゃん、ハレリア。はい。ハレリア、ガッデムさん。ガッデムさん、パイオニアさん、こんばんは。アメン。今日は5月16日、木曜日ですね。木曜日の夜の電動放送です。エチルさん、こんばんは。皆さんの進行。ユウさん、こんばんは。ウニさん、ハレリア。皆さんの進行。イエス様は知っています。イエス様は皆さんの進行を知っています。この世は私たちを認めませんよ。ね。この世はですね、私たちを知らないし、認めようとはしません。しかし、その、神様は、神様は皆さんの信仰をご存知なのです。神様は皆さんの信仰を喜んでいます。ヤコブさん、こんばんは。目が痛いので、ラジオ的にします。信仰コメできないので、お許しください。はい、いいですよ。ね。はい。私たちの信仰、それは世の中は認めてくれません。ね。世の中は認めてくれませんが、神様はものすごく喜んでいます。皆さんの信仰、喜んでくださっています。ウニさん、ハレリア、ホフテさん、昨日散歩したら花が咲いていました。そうですか。イエス様はですね、イエス様は皆さんの信仰を知っています。そうですね、普通の人はですね、もう皆さんがの信仰のことを全然評価できないし、評価しませんし、全然その何て言うんでしょうかね、知らないわけです。でもまあ私は伝道してますから、私は皆さんの信仰を見ると私は嬉しいのです。皆さんの信仰を私は嬉しいのですね。そういうわけで、ぜひ皆さん、はい、私は皆さんの信仰をとても嬉しいのです。ですから、私がなぜ皆さんの信仰は嬉しいかというと、それは皆さんの信仰が素晴らしいからですね。素晴らしいからです。アシティさん、こんばんは。アシティさん、こんばんは。それは、本当に神の御前で価値があるもの。神の御前で皆さんの信仰はものすごく価値があるもの。そういうことの中で、YouTube やってない。YouTube はちょっとうまくいかないです。ごめんなさい。リュウビさん。リュウビさんはイエス様を信じてますか？ね、リュウビさん、イエス様を信じなければ、神様は喜ばないんですよ。なぜならば、その、放蕩息子の例えのように、私たちは神様から遠く離れて いましたけど、その、その私たちはその神に立ち返る、ね、神に立ち返るということで神様は喜ぶんですね。神様は私たちが神様に立ち返ることによって、放蕩していた息子が神様のところに戻ってくる、それをすごく、まあ、喜ばれるわけですね。ゆろくしこさん、こんばんは。イエス様がすべてのエネルギーの根源だと思うと、体が熱くなってきました。その通りです。ゆろしこさん、その通りです。イエス様がすべてのエネルギーの根源、すべてのエネルギーの根源なんですね。それが、理解されているのは素晴らしいと思います。多くの人は、
そのような霊的なことを全く知らないのです。神を知らないのですね。多くの人たちは神を知らずに、真理を知らずに、その素晴らしさを知らないんですね。皆さんは本当に、まだ信じてない方もいらっしゃいますけれども、皆さんは、ごめんなさい、ちょっとまだ調子が悪いですね。はい、すいません、もう一回。皆さんは、その信仰によっていろんなことが分かってきました、ね。皆さんは信仰によっていろんなことが分かってきました。ごめんなさい、ちょっとね、ちょっとあれなんですね。スカイプのじゃなくて YouTube の方がちょっと調子悪くて、はい、申し訳ないですね。YouTube の方ちょっと映らないです。そうですね、YouTube ダメですか。ああ、ごめんなさい、ちょっと今日は YouTube ダメだということで、そうですね、ちょっとですね、ごめんなさい、もう一回やり直しましょう。はい、今日の話のですね、説明なんですけど、よく学校でですね、学校で、まあ、学芸会、今学芸会って言わないかもしれませんが、子供がその学校で何かを演じます。歌とか踊りとか発表会とかね。 USS さんこんばんは。そういう子供の学芸会がありますけど、それを親が見に行きますね。親が見に行きますが、その親がですね、まあ自分の子供が歌ったり踊ったり発表しているのを見て、まあ親は喜ぶわけですね。自分の子供が成長している、自分の子供がいろんなことができるようになる、親はその自分の子供の成長に満足するわけですね。喜ぶわけです。それは当然といえば当然ですね。それは当然です。親が自分の子供を喜ぶのは当然です。それと同じように、皆さん、神様は、私たちはイエス・キリストを信じて神の子になったわけです。そして私たちはいろんなことができるようになるわけですね。私たちは信仰によっていろんなことを理解し、イエス様の仕事をするようになり、いろんなですね、ことができるようになる、わけです。あ、すみません。そしてですね、そして私たちは、その、神様に、その、まあ、私たちが信仰で歩むことによって、私たちが信仰に歩むことによって、私たちは神様に、まあ、いろいろな、信仰をですね、見せることができるわけですね。私たちの信仰生活、私たちの信仰生活、神様が見ておられるわけです。神様は私たちのいろんな言動を見て、私たちの信仰的な言動、神の愛のある信仰、そういうものを見て、神様は喜ばれるわけです。ですから、ぜひ皆さん、私たちは、人は知らないし、桜さんこ、はじめまして、人は知らないし、人は評価しません。人は私たちを評価しませんし、誰も、特に信仰のない人は、私たちの信仰を喜ぶことはできません。しかし、神様は皆さんの信仰を知っていて、皆さんを喜ばれます。ね、そして、クリスチャン。クリスチャンも、皆さんの信仰を見て喜んでいます。クリスチャンはお互いに喜び合います。
クリスチャンはお互いの信仰、お互いに喜び合う。まあそれがですね、クリスチャンの喜びでもあります。教会、まあこの放送でも証タイムっていうのがあります。そして教会でも証をする時がありますが、まさにですね、その証というのは、その人の信仰の、まあ、結果です。さくらさん、私もクリスチャン。ああ、そうですか。さくらさん、クリスチャンだそうです。ハレルヤ、よかったですね。そういうわけで、私たちは、兄弟姉妹の証を聞いたり、例えばさくらさんがクリスチャンだということで、クリスチャンは喜ぶんです。クリスチャンがクリスチャンを知ることが喜び。イエス様を信じているということを聞いて喜び。そして証を聞いて喜ぶんです。ですから皆さんの証は、私の喜びでもあるし、イエス様の喜びでもあるし、イエスキリストを信じる兄弟姉妹の喜びでもあります。ですから皆さんにできるだけ証をしてほしいのです。桜さん4歳の時洗礼を受けました。だったらカトリックでしょうかね、桜さん。カトリックでしょうか。ポンさん、私もクリスチャン。ああ、そうですか。ポンさんもクリスチャン。素晴らしい。賛美歌好きだよ。あ、はい、ちょっと待ってくださいね。これ、YouTube やっとできるかな。はい、YouTube やっとできるかもしれません。リュウビさん、賛美歌好きだけではダメなんですね。賛美歌好きだけではダメなんです。自分の罪を悔い改めて、自分の罪を悔い改めてイエス様を信じて、イエス様の弟子になってこそ、イエス様の弟子になってこそ、本当の信仰です、ね。恥ずかしがりさん、あ、こんばんは、恥ずかしがり屋さん、はい。エティエンヌさん、こんばんは。エティエンヌさん、ね、久しぶりです。はい、よくいらっしゃいました。恥ずかしがり屋さん、罪を悔い改めたい。アーメン。素晴らしい。罪を悔い改めたい。素晴らしいですね。リュウビさん、私は罪がないよ。それが罪なんですね。リュウビさんね、よく私は嘘をついたことありませんっていう人がいるとします。で、それが嘘ですよね。それと同じように、私には罪がないよっていう人がいます。それが罪なんですね。罪がないよっていうことが罪なんです。なぜならば、アダムとエヴァの子孫である人間はみんな罪人だからですね。アダムとエヴァが罪を犯したので、すべての人間は罪人なんです。すべての人間は罪人なんですね。ヒロさん、罪を悔い改め、毎日をしっかり生活したいです。その通りです。リュウビさん、刑務所入ったことないよ。いや、私も入ったことないですよ。多くのクリスチャンは刑務所入ってません。法律に対する罪ではないんですね。神に対する罪ですね。キリちゃんは若い頃どんな罪を犯しましたか？偶像崇拝と不貧困ですね。偶像崇拝と不貧困の罪を犯しました。エティエヌさん、僕もクリスチャン、アメン。あ、意外とクリスチャン多いですね。さくらさんも、エティエヌさんもクリスチャン。ね。俺は他人をどん底に落として、何でもない日々が本当の幸せだったと気づいてしまった。クリスチャンと、そうですか、じゃあですね、他人をどん底に落としたことを悔い改めているわけですね。その罪が、イエス様が許してくれますよ。ぜひ恥ずかしがり屋さん、恥ずかしがらないで、恥ずかしがらないで罪を悔い改めましょう。リュウビさん、二人きりでとことん話したい。リュウビさんは東京町田に近いですか？東京町田に近ければ会いやすいでしょう。ゴンタさん、モルモンはクリスチャンでしょうか？いえ、モルモンはですね、
キリスト教ではないと私たちは考えてますね。モルモンは三位一体を信じません。三位一体を信じません。ホフテさん、人生が積んでますけど、これも罪ですか？積むことは、罪ではありません。罪は罪ですが、積むことは罪ではありません。はい、恥ずかしがり屋さん、分かった。アメン。ゆうびさん、新大阪ですか？ちょっと遠いですね。新大阪はちょっと遠いです。ひろしさん、カトリックもクリスチャンですよね。残念ですけど、今、カトリックはですね、悪い方向に向かっています。ね。その、他の宗教でも救われると言い出しました。キリスト教、イエス様はそんなこと言ってません。ね。聖書は、イエス・キリスト以外に救いがないと言ってますから、他の宗教で救われると言い出したカトリックは、聖書的ではないと言えるわけです。私たちは、聖書を信じます。聖書を信じます。たけるさん、こんばんは。恥ずかしがり屋さん、誰かのために生きたいと思ってる。アーメン。アーメン。そうです。誰かのために生きたい。それが大事ですね。それもですね、イエス様のために生きたい。イエス様のために生きたいとなったら大正解ですね。大正解です。自分のために生きたい。これはダメなんですね。自分のために生きたい。これはダメですよ。ヒロさん、カトリックは他の宗教でも救われると言っているのですね。そうなんです。最近そう言い出しました。それは大きな間違いです。聖書にはそんなこと書いてませんね。はい。それでは、証タイム行きましょう。証タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、イエスキリストを信じる信仰が、天のお父様がどれほど喜んでいるか、どれほど、そのことで、私たちを誇りに思ってくれるのか、私たちがの信仰、また私たちの神の愛の行い、私たちのそのような良い心、私たちの良い行いをどれほど神様が喜んでいるか分かってきた証。今までは神様を悲しませ、今までは神様を苦しませてきた、罪とは神様を悲しませること、親を悲しませるように、子供がですね、悪いことしたら親は悲しみますよね。それと同じように、私たちが悪いことをしたら、神様が、悲しみます。罪とは、神様を悲しませること。罪とは、親を悲しませるように、神様を悲しませること。それが罪だということが分かったかし。スタート。スタート。スタート。エチルさん、イエス様のために生きる。これが私の生きる道。アメン。YouTube、ごめんなさいね。なんかね、ちょっと調子悪いですね。YouTube、ちょっとうまくいきません。原因はわかりません。YouTube はうまくいきません。苦しくたって悲しくたってイエス様がいれば平気なの。アメン。
珍獣さん、人間は猿から進化したものですか、それとも神が作ったものですか。神が作ったものです。人間は神が作ったものです。進化はありません。ホフテさん、この放送で良くなりました。この放送で良くなりました。アメン。隣人を自分のように愛します。隣人を自分のように愛します。奥森林さん、いらっしゃい。山本さん、新婚結婚したいです。新婚結婚したいです。この放送の影響で嘘をつかなくなりました。アメン。仮面ライダーに出てましたよね。仮面ライダー出てません。仮面ライダー出てません。キューちゃんの枠にはよく歴史上の人物が来るね。歴史上の人物。パオニアさん、神様が作った一日を神様と一緒に楽しもうと思いました。それは素晴らしいですね。それは素晴らしい。エチルさん、麻生牧師のように年齢を重ねても若々しくありたいです。アメン。年齢を重ねても若々しくありたい。アメン。どうやって作ったんでしょうか。最初にアダムとエヴァを作りました。アダムを作り、そのアダムの肋骨、肋骨からエヴァを作りました。モーガさん、イエス様の栄光を表す人生を歩みたいです。イエス様の御言葉、教えを守り生きます。ヒロさん、神様が喜ぶ仕事をやりたいです。その通りですね。神様が喜ぶ仕事。タケルさん、どうして日曜礼拝はあんなに元気なんですか。油注ぎですね。油注ぎ。進化論や恐竜は嘘ですか。進化論は嘘です。でも恐竜は本当です。恐竜はですね、聖書にも出てきます。聖書の記事に恐竜出てくるんですよ。ヨブ記のですね、40章と41章かな、ヨブ記の40章と41章に、恐竜の記事があるんですよ。びっくりびっくりですね。恐竜の記事本当にあります。ライフさん、 YouTube、 そう、 YouTube ね、うまくいかないみたいです。ごめんなさい。どうも YouTube うまくいきません。わかりません。ヒロさん、恐竜出てくるんですか。アダムの時代ですか。ヨブの時代ですね。ヨブの時代。ホフテさん、この放送で若い頃ピアスを開けた耳たぶの調子が良くなった。アメン。素晴らしいですね。耳たぶの調子が良くなった。ヨブっていうのはね、ヨブ記っていうとこがありますね。旧約聖書にヨブ記、そのヨブ記に恐竜の記事が出てきます。恐竜は誰が創造したんですか。神様ですね。神様が恐竜を創造しました。イエス様に祈って、私も喜ばれたい。そうです。イエス様に祈って私も喜ばれたい。皆さんがイエス様を信じて、イエス様に祈るなら、どれほど神様は皆さんを喜ぶでしょうか。
皆さんがイエス様を信じてイエス様に従うならば、皆さんがイエス様を信じて、イエス様の弟子になれば、神様がどれほど喜ぶでしょうか。どれほど喜ぶでしょうか。モーカさん、イエス様に喜んでもらえるように信仰に燃えます。アメン。イエス様に喜んでもらえるように信仰に燃えます。素晴らしいですね。パウニアさん、口を開けて、大きく開けて、神様からの糧をもらいます。アメン。ローマ法はカリスマ派ですか。いやいや、ローマ法はカリスマ派ではありません。山本さん、恐竜が絶滅した理由を知りたいです。ノアの洪水ですね。ノアの洪水で恐竜が絶滅したという説があります。私はそれはすごく分かりやすい説明だと思います。ノアの洪水で恐竜が滅んだ。ヨブ記 40章と41章に恐竜の記事を見つけてください。40章の方は太い尻尾のことが書いてあります。41章には、背中の縦が並んでる背中、縦が並んでる背中の記事が出ています。443、神を信じない者は全て虐殺されてもいい。そんなことはないです。そんなことはね、それはイスラム教だと思います。ヒロさん、ノアの箱舟に恐竜は乗らなかったんですね。乗ったっていう意見もありますね。恐竜がノアの箱舟に乗ったっていう、教えもありますが、私はなんかね、乗ってないように思います。どっちが本当かわかりません。チョコミンさん、進化論は嘘ですね。その通りです。その通りですね。やっぱり YouTube はダメですね。ちょっとね、申し訳ないです。今日 YouTube は失敗ですね。ノアのことをもっと知りたいです。山本さん、そうですね。今のトルコのね、トルコの東の方にアララト山という山があるんです。高い山ですね。富士山にとっても似ている山だそうですが、アララト山という山があります。その、頂上付近にですね、ノアの箱舟の残骸がまだあります。調査団が行きたいんですけど、トルコ政府はですね、イスラム教ですから、そのノアの箱舟の残骸を、見つけてほしくないということで、トルコの許可が得られません。トルコ政府の許可がないとアララト山に登れないということですね。でもそのうちですね、許可が出てアララト山に、探検に出る人、調査に出る人たちが、起こされてきたらば、本当にノアの洪水、ノアの箱舟があったということが、はっきりとするでしょう。そういう時が来ると信じます。ポン吉さん、なぜ偶像崇拝はダメなんですか。本当の神じゃないからですね。偶像は、神じゃないからダメなんですね。ヒロさん、トルコはノアの箱舟の残骸を掃除したかもしれないですね。その可能性もありますが、ただ高い山ですから、なかなかその大きい、ノアの箱舟はすごく大きいのです。だからそう簡単に処分はできないんではないかなと思います。ポン吉さん、キリスト像崇拝もダメってことですよね。そうですね、私たちプロテスタントはキリスト教の
キリスト像を拝みませんね、キリスト像を作りません。ホステさん、6日後配信ありますか？毎日ありますよ。毎日あります。夜はですね、月曜から金曜まで。夜は月曜から金曜までしかしません。土日の夜はありません。日曜日は朝の10時半だけですね。土曜日は朝の7時だけです。エホバの証人も、そのキリスト教ではありません。三位一体を信じませんね。三位一体を信じません。やはり YouTube 努力がダメですね。原因がわかりませんが、 YouTube うまくいきません。土日の夜は何してるの？土曜日はですね、日曜日の準備ですね。土曜日は日曜日の準備。その聖書の記述はワニとかカバとか言われてますが、どう思いますか？カバの尻尾はかわいい。カバの尻尾、かわいいでしょ。でも聖書の言ってる尻尾はこんな太い、こういう太い、こんな太い尻尾はですね、恐竜しかいないじゃないですかね。杉の木のようだと書いてあるんですけど、こんな太い、尻尾は恐竜だけですから。ヨブ記40章に書いてある杉の木の尻尾というのは恐竜のことです。カバの尻尾はこんなね、ちっちゃい細い。カバの尻尾はかわいい、かわいいです。ヒロさん、友人と疎遠になってしまいました。神様に祈るとまた仲良くなれますか？ぜひ祈ってみてください。ね、祈ってみてください。チョコミさん、恐竜は相当食べますからね。箱舟には乗ってないでしょうね。ああ、そうですね。餌をあげるの大変ですよね。はい。それでは、招きをしましょう。招きですね。今日の放送を聞いて、神様は私たちの信仰を喜んでいる。神様は私たちの愛の行いを喜んでいる。私たちの信仰的な行い、喜んでいるということが分かった証。神様は私たちの信仰を喜んでいる。アメン。アメン。ということが分かった。私たちは本当に神様のを悲しませてきたけど、今までから神様を悲しませてきたけど、これからは神様を喜ばしたい。神様を悲しませたくない。私たちは罪を犯して神様を悲しませるようなやり方をやめて、私たちは神様を喜ばせるような生き方、イエス・キリストを信じて、イエス様の弟子となって、イエス様の教えを守って、神に栄光を返し、神様が喜ぶような生き方をしたいという人、アメンと言ってください。神様を喜ばせるような生き方、神様を喜ばせる生き方、それをしたいと思う方、アメン。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 ユビさん、イエス様の弟子を、ね、イエス様の弟子を受け入れる者はイエス様を受け入れると書いてあります。ですから、ユビさんが私を受け入れるならば、
イエスキリストを受け入れていることになるんです。ルルさんこんばんは、リュビさんは私を受け入れてくれてるならばイエスキリストを受け入れることになるんですよ。それではですね、神様は皆さんの信仰を喜んでいる、神様は皆さんの信仰を喜んでいる角上天の父様、私たちは以前はあなたを悲しませ、あなたを苦しませ、あなたをがっかりさせてました。罪を犯して、平気で罪を犯し、平気で自己中で、平気で悪意の中で生きていました。イエス様ごめんなさい。私たちはあなたが苦しんでることを知りませんでした。あなたが悲しんでることを知りませんでした。しかし今、私たちはイエスキリストを信じて、神と和解しました。神様のことを、神様に対して、敵対関係ではなく神様が私たちの味方だということを知りました。ですからもう私たちはあなたの悲しませたり苦しませたりしたくありません。私たちはあなたを喜ばしたいのです。あなたによって作られ、あなたによって救われ、あなたの栄光を見るようになりました。子供が親を喜ばせるように、私たちは神の子供になったので、父なる神を喜ばせたいのです。どうぞ今、アーメンと言った方々が、罪が許されて、あなたを喜ばすものとなりますように、あなたを喜ばすものとなって、あなたの喜ばす言動、あなたを喜ばす信仰を持つことができますように、彼を救ってください。励ましてください。これからは神の栄光を表すような生き方、清く正しく、清く正しく、神様を、喜ばすような生き方ができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。はい、皆さん。ぜひ私たちの人生は自分を喜ばす人生ではなく、父なる神を喜ばす人生、父なる神を喜ばす人生、それが本当の人生です。ぜひ皆さん、イエス様の教えを守って、イエス様の教えを守って素晴らしい人生を送りましょう。それじゃあありがとうございました。また明日の朝7時お会いしましょう。シャローン。おやすみなさい。おやすみなさい、シャローン。おやすみなさい、シャローン。